重要美術品、重要美術品は、文化財保護法施行以前、旧、重要美術品等の保存に是非、する法律に基づき、日本政府、文部大臣が、日本国外への古美術品の流出防止を、主目的として呈した、有形文化財のことである。1921年、大正10年、日本の絵巻物の代表作の一つである、木々大臣日頭絵巻が、 海外へ流出した、道江巻は現在、アメリカ合衆国、ボストン美術館所蔵。このことをきっかけとして、日本の古美術品の海外流出を防止するための法整備の必要性が論議されるようになった。当時も、国法、当時の古社寺保存法に基づく、国法は文化財保護法における重要文化財に相当指定物件については、日本国外への持ち出しは禁止されていたが、 未指定文化財については国外への持ち出しを禁ずる法的根拠はなかった。そこで1933年昭和8年に重要美術品等の保存に是非する法律が制定された。この法律によれば歴史上または美術上を特に重要な価値のある物件の海外輸出には文部大臣の許可を要することされ許可を要する物件は文部大臣が認定し 漢方に告示することとなった。この法律に基づいて認定され、漢方に告示された物件を、重要美術品等認定物件、または、重要美術品と称し、略して、茂みと称している。なお、重要美術品については、指定と言わず、一貫して、認定の語が用いられている。重要美術品等認定物件は、重要美術品等の保存にぜき、 する法律施行規則、昭和8年4月1日文部省令第15第1条により、絵画、彫刻、建造物、文書、転籍、書籍、刀剣、工芸品、考古学資料をおね9分野より認定されることとなっていたが、当時の国宝指定物件、文化財保護法における重要文化財に相当に比して、いくつかの際立った特色がある。まず、 国宝指定物件は、社寺の所有品が大部分であるのに対し、重要美術品等認定物件は、圧倒的に個人の所蔵品が多い。また、重要美術品等認定物件は、分野的には、刀剣、浮世絵、個室、主として、平安鎌倉期の筆跡を指す、神官、神官、天皇の筆跡など、いくつかの特定分野の物件の認定が際立って、多いのも特色である。 美術品の海外流出防止ということを第一義に迅速に認定作業が進められたことも特定分野に認定品が偏っていることの一因とされている。美術品の海外流出を防止するための緊急措置として認定されたため、その価値が定まっていないものも多数混入することになった。なお、制作から50年を経ていない美術品は認定対象となっておらず、 例えば明治天皇の書などは一見も認定されていない。また、当時その価値が一般にはほとんど認識されていなかった民芸品、円空仏、木磁器仏などは認定の対象になっていない。一方で、第二次大戦後の文化財保護法では指定の対象となっていない西洋絵画がわずかながら重要美術品等認定物件となっていることは注目さる。 例えば、大原美術館所蔵品のうち、エルグレコ、受体告知をはじめ、ミレー、モロー、ピュービスド・シャバンヌ、2点、ピサロを含む6点の西洋絵画が1934年、重要美術品に認定されている。重要美術品の認定は、1933年7月25日に504件が認定されたのが最初である。その後、認定作業は、 戦時職濃伊世相の中で淡々と進められ、第二次大戦終結直前の1945年8月4日にも200件以上の洋美術品が認定されている。最後に重要美術品認定の告示が出されたのは1949年、昭和24年5月28日で、この時にも200件以上が認定されている。1950年、 昭和25年の文化財保護法施行の時点において認定の効力を保っていた重要美術品は約8200件であった。なお、正確な認定件数については資料によって若干の差があり、正確な件数は未詳である。1950年の文化財保護法施行をもって旧重要美術品等の保存に是非する法律は廃止された。しかし旧 重要美術品等の保存にぜき、する法律によって認定された物件については、文化財保護法施行後も、同法不足の規定に基づき、当分の間その認定効力を保つこととされている。重要美術品の認定が取り消されるのは、1、重要美術品等認定物件が重要文化財に格上げさされた場合と、2、重要美術品等認定物件の海外輸出が、 許可されれた場合の2つに限られている。1950年以降、文化財保護法に基づき指定された重要文化財には国の指定、認定を受けていなかった文化財から指定されたものと重要美術品認定物件を重要文化財に格上げ指定したものと存在する。重要文化財指定時の官報告示においてはこれら2種類を厳密に区分しており、どの文化財が 旧種ゲミであるかは、国示から明らかに知ることができる。重要美術品等認定物件については、第二次大戦後の混乱期に所在不明となったもの、写真やデータの残っていないもの、等も多い。第二次大戦後に重要美術品から重要文化財を経て国宝に指定された物件もある。後藤美術館像の国宝、現氏物語絵巻は、実業家増田ダ 二部沖縄の旧像で、1935年5月20日に、重要美術品に、認定、1952年3月29日付、官報告示は、同年10月16日で重要文化財、同日付で国宝に指定された。平安仏画の代表作である、奈良国立博物館像の国宝、憲法着色十一面観音像は、井上香織及び、増田港の旧像で、 1935年5月20日に重要美術品に認定、戦後は別の個人の所有となり、長らく重要美術品のままであったが、1992年に重要文化財、1994年に国宝に指定された。重要美術品等の保存にぜき、する法律の廃止後も、当分の間その認定効力を保つとされていた重要美術品は、 法律廃止後半世紀が経過した現在でも、重要文化財に格上げにならなかったものの多いたが、認定効力を保ち続けている。文化庁は、今後重要美術品の調査を行い、重要文化財への格上げか、指定取り消しのいずれかを推進することとしているが、これまでも、たびたび問題になりながらも実行されておらず、実現できるかは、不透明である。 重要美術品等認定物件のうち、海外への輸出が許可されて、認定を取り消されたものは、1950年から2008年、平成20年までの間に、計25件ある。近年ではこのうち米国クリスティーズオークションにおいて、黒だけ伝来の油敵天目が12億円で、落札された。2008年現在、旧、重要美術品等の保存にぜする法律による、 認定の効力を有する物件は6000数百件と推定される。なお、厳密な件数については文化庁から公式の目録や図録が公表されていないため未承である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。